レシピをね、いただきました。ありがとうございます。うん。今やっちゃおうか。今なんか、急ぎ気味だけど、やっちゃおうか。ダメか。魔獣の皮だったっけな。ちょっと待ってね。この旅人の服とね、この旅人の服と魔獣の皮。あ、違う違う違う。これで OK。できる？おー、来た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 。よし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 。いや、ほんとコメントありがとうございます。あ、あとね、そのコメントでね、ベホマスライムのね、出現の位置を大体のざっくりした位置を教えてもらったからね、後で捕まえに行こうと思います。これで、主人公の服がなくなっちゃったから、代わりのものを、何か、ローブは装備できないしな。あれ？布の服とかない？あった！布の服って。まあ、旅人の服も布の服もあんま変わらんけど。まあ、とにかく、ばあちゃんがいないぞ。こっちか。こっちかな、じゃあ。なんか裏にはその遺跡？うん、遺跡があるって言ってたから。だからここを守、ばあちゃんはずっと守るためにおったわけで。ん？あれか？ぐるるる。早くこっちに来なされ。あ、すごい結界じゃん。さすがだね。さすが賢者の子孫だ、あの末裔だけはあるね。やるやん、ばあちゃん。安心です。あのような悪しき者はこの中へは入ってこれませんからの。ただの、あの、ぬくばあちゃんじゃなかったね。うん。ぬくそうだけのばあちゃんじゃなかった。やっぱ、結界を張れる、七賢者の末裔だった。バフン。誰かと思ったらこの間、雪崩に巻き込まれた人たちじゃないかね。うん。運の悪い人たちじゃな。何もこんな時に来なくてよかろうに。まあ、気を通しなさんな。考えてみれば、この遺跡に入れたのは不幸中の幸いとも言えますしな。わしが、いつも通り地下室で薬草を信じておりましたら、突然上でバフが吠え出しましての、何事かと思い、外に出てみると、小屋が狼の大群に囲まれていたので、慌ててここに逃げ込んだのですじゃ。しかし、一目見て感じましたが、あれはただの、飢えた狼ではありませんか。何かもっと邪悪なものに操られているような、そんな気がしますわい。やりおるな、このババア。んで、ここ来たのはいいけど、なんか、これ何？我は、七人の賢者が一人。暗黒神ラプトンは我らと、神鳥レティスの手により封印された。しかし、長き時の果て、再びこの世に邪悪が現れることもあるだろう。そこで、未来に希望を、残すべく、我が、名優たる、レティスの伝承をこの地に刻み、死ぬそう。
全部読んだ方がいいな。世界の危険を告げるレティスの声。七人の賢者が立ち上がり、共に戦うことを約束した。我らはレティスの知恵を借りて、一振りの杖を生み出し、それは邪悪なる魂を封印する杖。そしてラプソンとの戦いが始まり、封印の杖は我らの血の呪縛によって暗黒神の魂を捕らえたのである。ほう。神鳥レティスは無数の世界を旅する者。世界の調和を乱さんとする暗黒神の脅威を伝えるため、レティスはこの世界へと現れた。以上。以上。あ、これもか。神鳥の島と呼ばれし島は断崖に囲まれ人を寄せつける未開の大地である。翼を持たぬ人の身で至らんとするならば、まず正しき道の記されし海図を手に入れることから始めよう。願わくば光の道がこの世界の未来をも正しき方向へと導かんことを。レティスは大空を舞う者、この世に邪悪の現れし時はレティスに、助力を求めることだ。うん。以上。頼んでおいた袋はグラッと、あ、そうそう、グラッと。うん。グラッとのやつに渡してくれました。はい。グラッとがわしのことを心配してここへ来ようとしていると。心配するのはわしの役目じゃと。うん。ばかり思っていたが、そうか、あの子が。ハートフルだね。うん。ハートフル。今の音は燃えてんじゃね？燃えてんじゃね？このおぞましいまでの邪悪な気配。どうもただごとではありませんな。行ってみようか。燃えてんじゃね？これ。てか、こっちなんかあんの？ヌークソーだね、ヌークソー。あれもしかしてあそこに捕まってるのはグラッド。こいつマジクズだな、役立たずだな、こいつ本当に。洞窟ではなんか凍えて助けを求め、次はなんと人質に取られるのか。お前犬質というか人質でいいのか。君たちの後を追ってきたら突然この黒い犬に襲われて、また貴様たちか、どこまでもしつこい奴らよ。だが今は貴様たちの相手をしている暇はない。賢者の血を引きし者よ、観念して出てくるがいい。ああ、さもなくはお前の血を引く者、この男の命はないと思え。母さん出てきちゃダメだ、こいつは母さんの命を狙ってそんな痛くないだろ今の、そんな痛くないだろ今の、今の一撃ちょっと当たっただけじゃん、先っぽ。ほう、これは驚いたね。わしを呼んでるようだから、出てきてみれば、なんと相手が犬だったとは。じゃが、ただの犬ではないね。におう。この邪悪な、周期が。お前さんの正体は、を教えてくれるよ。そこまでわかっているんだが、我が望みを知っていいよ。おとなしくその命はあれに捧げよう。ふん。何にしてもまずは人質を話すことじゃねえ、話はそれからだよ。母は強いね。うん。我には何一つ要求する自由はない。黙ってこちらへ来るのだ。やれやれ、さすが獣の姿をしているだけあって聞き分けのないやつだね。いいだろう、今そっちに行ってあげるよ。ばあちゃん、ばあちゃんや、ばあちゃんやめてくれ、いかんでくれ。ばあちゃんは第二のエテのお袋なんだから。最後の鍵もらったけど、ジェシカさんに後のことは頼みましたと。ばあちゃん待って、グラッド、お前のせいだからな。
うぐぞきだ、賢者の末裔、今その命刈り取ってくれよ。だが何も怯えることはねえ。すぐにお前の息子にも後を追わせてやるのだからな。やはりそういうことかい。でも婆さんが相手だからって何でも思い通りになるとは思わないことだね。あ、ヌクソの、しかも粉、貴様何を。どうじゃね、ヌクソの粉はよく効くだろう。さあバフお行き。なんかここに来て犬がいっぱい出てくるようになったね。犬ばっかりだね。おのれおのれおのれ。あーあー、メリーばあちゃん死んじゃったよー。おい、これが、味玉ね。これでは、目も鼻も効かぬ。だが、残る封印はあと一つ。あと一人。最後の賢者を、葬れば、我が魂はこの忌まわしき杖より抜け出す。こんな、テンション上がった、テンション。スーパーハイテンションになってる。羽生えたー。そうそうそう、これがね、うん、これが、レオパルドの、本来の姿というか、最終形態なのかな。待ちなさい。ようやく追い詰めたんだから、逃がさないわよ。うん。モンスターズシリーズではね、めっちゃ優秀だからね、レオパルドは。行動早いがついてるからね。行動早い。けど、強者の余裕っていうマイナススキルもあるから、なんとも言えないんだけども。多いな。呼ぶか。いや、ここは、バーニングバードで決めてやる。バーニングバードで。やばいな、これ。2ターン目にちょっと、チーム呼んで、この、テンション上がった、ウルフたちを、ちょっと回避しようか。うん。けど、何匹、あ、死ぬんじゃないこれ、普通に。バギクロスめっちゃ強いな。ゼシカやばい。あ、死んだ。ゼシカ死んだ。バーニングバード食らわしやれ、バーニングバード。よし、呼ぼう。さあ、レーザーやっちゃって、レーザー、人思いにやっちゃって、レーザーを。あ、けどもう一撃か、全員。死ねえ。オッケー。はい、オーバーキル。ゼシカ死んじゃった。ああ、おばあちゃんが。あの野郎。あ、バフが悲しんでる。これも全部グラッドのせいだからな。グラッドが悪いんだよ、これ。母さん、なんてことだ。俺があの黒犬に捕まったばかりに、ようやく謝ることができると思ってたのに、俺のせいで。ああ、切ない。あの黒犬は東の方へ飛び去ったと言ったね。東か。確か東には鳳凰の住む島があったはず。君たちは、黒犬を追って旅しているんだろう。だったらお願いだ。二度と母のような犠牲者を出さないよう、あの黒犬を追い詰めて必ず奴を倒してくれ。あんたに言われんでもそのつもりだったんじゃから。やっと追いついたのに飛んで逃げられてしまうんじゃ。どうしようもないではないか。
うん。そうだ、レティスだ。相手が空を飛ぶなら、こっちも空を飛ぶのも、飛ぶもの、身長レティスの力を借りればいいんだ。実はこの遺跡の祠にはレティスについて、記された石碑があるな。読んだよ、全部。身長レティスは邪悪なものと戦うとか書かれていたはず。レティスならきっと、あの黒犬との戦いにも力を貸してくれるに違いないよ。うん、読んだよ。母さんの仇はきっと彼らが撃ってくれる。確か、ああ、はいはいはい、もう聞いた聞いた。バフ、おい、バフ。バフ。ばあちゃん、行ってくるよ。我が愛する母メディ、ここに眠る。どん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 人が死んでいく。まあ、とりあえず次の目的地は、決まりましたね。東。うん。東だってね。鳳凰の住む島。なんとなくね、そこは覚えてる。うん。はぁ、家がなくなっちゃった。行こうか。マップ。東。東だから右だよね。だからマップのちょうど真ん中の島ね。うん、上の。今いるところから右に行ったところの島が次の目的地。うん。まあ、その前に、その前にね、うん。ちょっと、ばあちゃんも死んじゃったし。まあ、それは関係ないんだけど。それ関係ないんだけど。とりあえずね、ベホマスライム捕まえに行こうかな。ベホマスライムとヘルクラッシャーの様子を見に行こう。うん。で、バトルロードやろう。うん。そうしよう。よし。じゃあまずは、ベホマスライムからいきまーす。ライドンの塔ぐらいでいいかな。あ、どうやら完成したみたいです。取り出し来たー、川の鎧、嬉しい嬉しい。他なんかないっけ。ちょっと待って、コメントちょっと確認するね。なんかね、いっぱい教えてくれたからさ。マイチャンネル、そのパート73のね、パート73の旅人魔獣、羽の帽子持ってないんだもんな。ガーターベルトとかも、あれなんだけど、持ってねえんだよな。で、ベオマスライムがね、どこで行ったっけな。あ、ちょっと電話だ。